はい、いちごうさぎです。いつもご視聴いただきましてありがとうございます。ですね、小倉美咲ちゃんの山梨県道志村で見つかりました。小倉美咲ちゃんで、その時にですね、犬が、じゃんけんをして、チョコバナナを食べたんですよ、子供たちはね。で、最後残った小倉美咲ちゃんは一人だけチョコバナナを食べて後を追いかけてるんですね。で、橋の近くまで行ったところで、匂いがね、警察犬が追えなくなってるんですね。で、まあ時効派の方はその後雨降ったからだよっていう風な話もあるんですけども、そこま雨降ってもそこまでは追えると思うんです。雨降ったからって言うんだったら、そこから先だけじゃなくてそこまでも行けなかったはずでもあると思うんですね。で、その橋で途絶えた匂いっていうのが何か意味をするのかっていうことと、また、途中2年ぐらい、ね、行方がわからない状態で、お骨が発見されてから、実は靴20センチぐらいの靴、子供の足跡があったんだっていう風な、山の途中にあったんだっていう風なこともあって、で、時効的になんか持っていかれているような気もするんですけれども、その辺がですね、犬の匂いがなぜこう追えなかったのかっていうところをね、車に乗ったんではないかと私は思ってるんですね。で、それが車に乗ったのかどうか、で、過去に私動画何本も上げてるんですけれども、白い馬に乗った若めの男性がものすごい勢いで、走りさせていて、太陽、子供が、白い馬に乗った状態で生命力が、低下していくようなカードも出ています。で、過去動画ちょっともし興味がある方、いっぱい私撮ってるのでそこ見ていただけたらと思います。じゃあその前ですね、その時の前、橋まで行く前ですね、はい、エースのワンド、はい、これは思い立った、エネルギーなんだけど、どうもなんか何かをしようと思ったんだけどうまくいかないとか、ちょっとで冷静になれないとか、不安になってしまうとか、行動をきちんと把握できないような状況にあったんじゃないかな。生命エネルギーなんですよ、これ。これこうだと生命エネルギーがみなぎってるんですけど、ちょっと生命エネルギーがみなぎってない
感じですよね。ちょっと動揺してたりとか、そういう感じが、なんかすごい不安感とか、そういうのもあったんじゃないかな。その時の状況、はい、カップですね。この人は、なんか後ろを向いて旅立っていく、老人です。何かを旅立つ。川ですよね。川。川がある。何かが、川があって、それを、向こうに行こうとしている。で、今現在は、このカップは置いたままにしている、未来へ旅立つ感じなんですよね。川を渡って、どこかへ、そうそう。だから、美咲ちゃんは、お姉さんたちを探しに、自ら、探しに出かけた。なんかにこう切り離せない状況があった。とにかくこの先へ行ってみようとがむしゃらに歩いた感じがしますね。これね、犯人を占った時、A 型、B 型、C、A 型、B 型、O 型、AB 型で占った時に、これ出たんですよ。で、私、川もあるし、海もあるし、穏やかで静かでっていうところで、犯人像が、エンペラーの要素が強いと出てたので、これ、の大型って出たんです。で、大型じゃないかって、このカードじゃないかと、一歩足を踏み出しています。大型ではないかと思ってやったカードなんですよね。何か、やっぱり、優しい。これでね、優しいね、なんか、ね、お金持ちで、優しいような男性、穏やかで権力もあり、優しいそうに見える男性を表しているんですよ。だからそこでなんかそういうことがあった。で、もっと深いとこ、はい、深いところですね。こういうカード、拘束される、目隠し、縛られる、剣、川、これも水なんですよ。水、ここ足元水がありますよね。足元水、何かにこう拘束されるような、身動きが取れないような状況下にあった。だからそれでそれを支援するもの、はい、はい、これね、なんかすごくキングのソードなんですけど、ちょっと精神的に厳しいような人なんですよ。で、ナイフですよね。なんかちょっと、結構厳しい、白黒、はっきりしてるような男性。どっちかというとね、冷静かつ、まあ、行動力があるような男性が、これ、ナイフですよね。ナイフ。だから、なんか、その時点であった、はい。で、彼女の状況。サーカス、テント、キャンプとも言えますよね。キャンプ場のところから、横取りされるみたいな感じのカードになります。策略的に、
持っていかれちゃうっていうカードなんですよ。しめしめカード、しめしめカードなんですこれ。だから彼女の状況はそうやってテントキャンプ場からしめしめと持っていかれちゃった。で彼女の環境、救いを求める、求めたいんだが求められない感じ。なんかこう、行き詰まってしまう、どうしようもなくなってしまう、助けを求めたい。で、その時の願望、はい、カップの、これすごくいいカードなんですよね。カップの9、その時、なんかこういいカードですよね。これお金にも権力にも満ち溢れていて、すごく願いが叶う、願いが叶うカードになっています。これちょっとわかんないな。で、近い将来愛し合う2人、愛し合う2人、なんかこう心を寄せ合ったとか分かち合ったとか、そういう感じなんですかね。で最終結果、最終結果、はい、マジシャンの逆位置、はい、マジシャンの逆位置はちょっとあまり良くないカードになりますね。はい、すごくこう ね迷いがあったりとか、ごまかされちゃう、なんか言うのものを 無にしたりとか、思い込み、何かの思い込みにみんなが翻弄されてしまうとか、表面だけ飾り付けられてしまう、途中で放棄されてしまう、なんかうやむやにされてしまうようなカードになります。ちょっとね、思ったのはまずなんかこう、あ、怖い、あ、みんな行っちゃった、どうしようっていうふうに彼女が思った。そこへ、橋、何度か追いつこうと思ってお母さんたちを置いて、急いでそっちへ行こうとした。そうすると、なんか優しそうな男性が、声をかけてきた、紳士的な男性、足を出している、すごい紳士的で優しそうで誰か助けてくれそうな感じの人が、どうしたのって声をかけてきた。そして、まあまあ車乗ってみなよって言って乗ってみたら、その人は急変した、ちょっと怖い感じ、なんか冷静でなんか威圧的な男性にナイフで脅されたいとかで、ちょっと身動き取れないような状況になった。でそのまま連れ去られてしまった、まあ、そのまま連れ去られてしまった。で彼女は救いを求めることができなかった。でこれが分かんないんだよね。これは彼の犯人の願望かな。しめしめ、しめしめ、やった、私は得ることができた、で自分の、願望をもてあそんだ。でこの状況、事故というふうな形で、印象操作された、足元見せないバラ、男と女バラ、足元見せない道具を使って、こんなこと、例えば靴とかそういうのがあって、それを出すことによって、だからその実質こう
自ら行方不明になったんだよっていう風な形に持っていこうとしている印象操作、この道具を使うんですよ。このマジシャンっていうのはあのマジックだからマジックなんです。でもマジックだからそのテクニックで、現実を曲げようとしたんだけど、マジックを起こそうとしたんだけども、あの足元すくわれちゃったみたいな、それが逆に怪しいなと思うようなことが出てきてしまったっていうふうに見えます。やっぱりちょっと橋のあたりで取られちゃ、やっぱり乗せられたんじゃないかな。すごい優しそうな男性だったんだと思う。で彼女は身動き取れなくなった。ちょっとお城みたいなもありますよね。お城みたいなね、だからちょっと静かな場所で、川があって静かな場所、橋から離れていくね、キャンプ場から持っていかれちゃうね、まさにこんな感じですよね。ちょっとこの辺がしめしめって本人の願望になっちゃったかもしれない。だからもう愛し合う二人、好き、彼の本能のままにっていう感じでしょうか、ね、ワンコ出てこないよね。でも川がいっぱい、川ね、キャンプ場外だから川でこう、そのこの時が現実なんですよ。その橋で犬が、匂いが消えたっていうのがここなんですよ。この列が、犬が追っかけて匂いが消えた時の状況なんです。でこれが原因なんです。だからここで水が出てるってことは、いや水と拘束されるっていうのが出てるってことは、やっぱり橋のあたりで何かしら彼女はうまいこと言って騙されて、凶暴化した犯人に拘束されたとしか思いません。犬は出てこない。犬出てこない、ね。でもこれももしかしたら片足ついてるね、片足だけ出てきた足跡というのもあるよね。なんかこういう風な、なんかマジシャンでっかい、これね、でっかいカードなんですよ。でっかいカード、あとはそうでもないんだけど、これあのこの中のカードの中では一番インパクトが強い。ペテンシー、マジシャンの逆、嘘つき野郎みたいな感じですね。はい、ご視聴いただきましてありがとうございます。やっぱりね、こう遭難に見せかけた事件だと思いますね。川のところで、だったらもう雨が降ったからっていうなら、その先も、あそこまでも警察権を追えないと思うんですよね。ありがとうございました。チャンネル登録もお願いいたします。次回は、また、そうですね。足跡について占ってみようと思います。